Hey guys, Mechanic CG here, and welcome back to another episode of Yakuza 0. Today is episode number 6. Hopefully you do enjoy. Was it down here? Oh, Yakuza. Yeah. Fight! That was pretty cool. Oh, I wanted to do the... Oh, look at that. Perfect finish. Oh yeah, it was this place. That Oda guy said if I wait in the penthouse here, Tachibana will show up. Anything I'm forgetting before I head up. Let's go to abilities. I want to make sure everything is upgraded to maximum. Boost Kiryu's health. And there we go. It's a little bit bigger. Not much, but just a little bit. Right, let's go to Rush, have a look at this. Hold, press A during X attack. Evading weave. That seems really good. Right, let's go in. Let's go. See what's on the inside. Ooh, cutscene. Tachibana から呼ばれてきたんだ。 お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから。 死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、織田が。俺、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしね。 だが、呼ばれた先で門前払いとは、コケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだ、バカ野郎。どけ。お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。 Oh, fight time. That Oda guy, though, snaked us out. Right, let's try a little bit of Rush. Let's try that evade, see if we can do it. Here we go. Oh no, X combo, no. And evade, oh that is perfect. Hmm.
Look at those sidesteps there. Ah, there we go. お前は、オーダよぉ。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたんだ。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河村町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえ。 Oh, we're gonna fight him. Let's do this. そのつもりでかかってこい。Okay, yeah. Big problem here. Inventory, we've only got 2 items. Alright, let's grab this. Oh no.This gives us a little bit of distance as well. Let's do this.Nice. Right, let's do this.Right, and I think I need to use the final one of these.Use that. Okay, not good. Run, run, run!Perfect. We did it. Usso daro. Kono ore ni konna wakazou ga taiman de katsu ka yo. Shinjiran ne.
オダ。納得しましたか、オダさん。ええ。俺の、負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか。ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。 Interesting。 立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東条会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東条会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？東条会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東条会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？キリュウさんがご存知かどうか、東条会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東条会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東条会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東条会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？So, Kazuma Sans behind all of this. What? あなたは、This is getting confusing, but interesting. クゼさんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり
私のことです。あんたが。我々は彼の一つぼをめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知で、あなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久瀬があなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやすさんでもそんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東城会という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやすさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、桐生さん。Chapter 2 completed. 3 million yen. That was a long chapter. I thought we were already on to chapter 3. And we got some battle items as well.And we're on to chapter 3, A Gilded Cage. どうや。
だべ。This guy looks important. Tokyo でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのタコ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですってほんまに。物騒な店も確かにありますけどこの店に限っては絶対安心、折り紙付きです。ああ、あれは確かにヤーさんやけどこの店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです、女の子も粒ぞろいですやろ。このお方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと私の面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああこの店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。
ふん、シャイニンくらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねやぞ。ちょっと触るくらいいいやろ。ね、お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。ほら、ここや、ここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな、もう。お客はん、大概にせんと。大概にせんかったら、何やっちゃねん、これ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に、逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だから、なんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼って、あの男か？ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただき、ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか？よく間違われます。ですが、違います。え？せやったら何やねん、悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え？あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え、気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは？ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、やめとけよや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと
したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなことぬかすか。なめおってさあ、ショータイムや。So thank you guys so much for watching. If you did enjoy, be sure to leave a like, comment down below and subscribe, and make sure to check out the description. We've got our social links for our Twitter, Instagram and our Discord server, so check those out. And if you want to help support the channel, hit that join button, it'd mean the world to me. And I will see you in the next one. Goodbye.